菜今日はあの、はい、貝の国山梨から、はい、視聴者様第2弾、はい、はい、第2弾じゃないな、はい、第3弾だな。3弾ですね、うん、スケノスケくんです。よろしくお願いします。スケノスケさんね、スケベさんじゃあスケさんでいいんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何もあの説明するようなトラックではないわ。いや説明するようなトラックじゃん。説明じゃあ、はい、来た、はい、来た、いやー来てるね。すいません、汚くて。いや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 、洗ってきたらちょっとぐらい綺麗だよね。もう1週間以上洗ってないって本人が言って、これで洗ってません、本当に。絶対嘘だよね、うん、よーく見るときないですから、ね、本当に。ちょっとスケさんもっと行ってまいってください。はい、トラックと一緒に。はい、じゃあちょっとインチキくせえなこれ。あー、またそういうことで。いや、それよくね、よくね、よくね、このカットだな、P だな、ここな、ここ P だ、P だ、P だ、うん、じゃあぐるっと紹介してもらっていいですか。じゃあスケさんも一緒に、ザーチンと一緒に回ってください。お願いします。じゃあ、まあ、はい、ありがちの定番のマルコムね。はい、安物のマルコム、うん、でパイロット付きのナンバーワン、はい、おお、ここもリレーかもしれない。これが通過してる。ごっついね。うん、ね、うん、頑張れ白ナンバー。おお本当だよね。自分でローン組んで買っちゃったらしいですね。言っちゃっていいの。言っちゃっていいんだ。言っちゃっていいんだ。へえ。こちらがあのインスタでも有名なね、うん、有馬工芸さんの。ああ、前回のね、月島君、宮ちゃんの、宮ちゃんもね、うん、作ってる、うん、へえ、本当有名なんだね。うん、へえ。自分はデザイン気に入って作ってもらったんですか。あ、自分でデザインしたんです。まあこうしてくれって言って、うん、本人がやっぱり。なるほど、なるほどね。へえ、へえ、いいね。ペンギンは長えな。はいはいはい、じゃあぐるっと、はい、スケさん、ザワチンと一緒に、はい、お願いします。入らないから、うん、おお、かっこいいね。うん、へえ。俺も頼もうかな。いいよね。うん。あ、上も下もこれ声で統一されてるんですね。そうですね。これはちょっと声で。うん。へえ、すごい。うん。ちょっと可愛いしね。またこれ夜光るとちょっと。あ、光るの？ああ、安藤仕様なんだ。ああ、本当だ。へえ。そこの内窓俺のに丸切り作ったの。あ、ポン付けだ ね、ポン付けだね、ちょっとプラスのところ、ポン付けもうね、初総合だよ。うん、何でも持ってっちゃう、何でも持ってっちゃう。相模の国だけど、貝の国でいいかな、これ。あ、いいや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 、こっそりって言われてるよね。そうそうそう。これはいいね。で、これ、この車両ね、うん、ジェットさんのね、うん、メッキが肩使ってあるんだけど、うん、強いね、ジェットメッキも。本当だね、変わったのかな。綺麗。そうなんだね、グレルから。マジだ、うん、全然だね。そうそうそう、白く浮いてきちゃうのとかないもんね、うん、なんとこれはないね。え、綺麗ですね。スケさんの手入れがいいね。うん、手入れだね。何にもしません。やっぱそこだろうな。無理してないで、さっきのホワイトダイヤモンドでシコシコしてる、うん、そうだな、そうだな、うん、聞いた聞いた聞いた、うん、はい、じゃあボディへ。はい、ね、大決まりのこのセーターも。おお、素晴らしいな。うん、ね、なんか最近こんなのばっか撮ってんな、ね、俺嫌になるよ。えっ、ー、何か飽きたな、もうこれ。もうこれ話してる時はいいんだな。なあ、贅沢だもんな。あ、缶スプレー売ってんべよ、そこら辺によ、うん。ほんでこれフレームごともなめらめらしたというね、ほら。ああ、ほんとだね。ああ、すごい、フェンダーもそうだね。
すごいすごい。1週間以上洗ってねえっちゅうんだからさ。それはないよな。洗ってません。あ、すげえ、本当だ。ラメがすごいね。ガゼットもしっかりじゃない。丸棒巻いて。あれなんかこんなのばっかだな、俺よ。もういいんじゃねえかな、そろそろ。なあ。こんなだとね、こんなところねじ意味ねえじゃん。なあ。でもこれこだわるんでしょ、結構皆さんね。北井さんも。そうだね、うん。このボルト位置からね。そう、社長があれだっつってたもんね。へえ。丸棒一本の。うん。ああ、いいね。磨いてねえな、磨いてない。つけちゃう。うん。これでも磨いたから。アイトレールバスんだよ。いやいや、やったって取れないっすよ。でも、ここ見ると洗ってねえなってわかんない。うん、そうだね。汚ねえもんな。一旦洗ってないって。汚ねえからな。やっと来てやっと来たよ。確かにね、確かにね。あ、うん、あすごいね、フェンダーも。フェンダーが。うん。厚みがすごいね。でこれ19インチ入れようか今検討中なんだって。ああそうなんだ。ほら奥さんと交渉するんだし。ああそうなんだ。あやっぱそうか、自腹か。だから俺19入れたらフェンダーが危ねえなって言ってたから、うん、もらってあげるよって言ったの。ああこれフェンダーごとな。そうそうそう。ああなるほどな。なんなら俺のうん、スッペラのあげるって言ったの。おおボルトオンだよ。そうそうそう。うわへえ、これかっこいいじゃん。ごっついね。うん。あー、じゃあもしかしたらこれアルミはインチアップなんですね。へえ。今ちょっと考えていますけど、まだ悩んで。奥様次第ですね。あ、ほんまほんま。あ、ほんとだ。ね。あ、ほんとだ。え、これリエカマシャールとかそういうやつなんですか。マジ。ヨーロッパに行っちゃってるから、ヨーロッパ走んでんじゃん。あ、そうなの。そう。へえ。日中だけ。もったいないね。もったいないね。潰されてるだから、お湯だけ交換していこうかって言ったんだけど。うん。無理だべ。な、無理だな。うん。また後ろ来るとこが、ガツンと。ああ、来た。もう飽きたな。飽きた、うろこだ。なあ。やだやだ。飽きたな。ああ、ほんとだ。ああ。ああ。これ、開けて貼ってあるパターンじゃないでしょ。これね、プランテックスの箱なんだけど、うん。この観音だけ、うん、違うとこの観音つけた。あ、そうなんだ。だから返事はプランデックスじゃねえんだよ。へえー、こだわりだ。あ、ここにもありますね。ね。あ、すげえ。リアバンパーもごっついね。吸っちゃったんですよ。あ、そうなんですか。はい。あ、低いもんね。低いんですよ、これ。ちょっと失敗です、これは。ね。ちょっと下下がってみよう。はいよ。ちょっと下がって、その奥行って。バスン。はい、来た。はい、スナックよ。あれこれ、ご自宅ですか。いやいや、違います。行きつけの。これは、自分が入ってるグループの。奥さんが。まあ、優子さんっていう名前ですけど。みんなここに。スナック優子でちょっと考えて。これは実際に存在するお店なんですか。お店じゃない、架空だって。架空ですね。架空なんですね。ああ、いいね。これも有馬さん。かわいい。あ、はい、マジ で, これもそうです。あ、こういう系も作れるんだ。だからダイヤカットが一応。はいはいはい。あ、そうだね、はい、奥に見えてるもんね。ハートと文字。うん。へえ、かわいい。いいよね。お、すごい。うん、大好き。大好き大好き。へえ、クラブロイヤルって作ってほしいな。何クラブロイヤルって作ってほしいよ。顔笑っちゃってんじゃねえかよ。マジで。ああ、そうかそうかそうか。いやー、すごいね。なんかこんなのばっかりだよ。逆にな、ウロコって呼ばないと俺センスって呼ぼうかな。センスって呼ぶ気だよね。だってね、いや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 、ね、へえ。でもテールもしっかり入って、テールボックスもあってね。へえ、これはやってもらいました。贅沢。お金かかってますね。いやいやいや、これを個人でっていうのがね、バカ野郎だよね。びっくりだよね。ほんとバカ。ちょっとスケさん、こっちの方がいい、こっちの方がいい。てん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 。あー、
いいね、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 スクさん、スクさん、いい、スクさん、いい、いいね、これ始めた、いいね、じゃあ運転席側お願いします。こちらですね、あ、マジか、どこにでもいるようなレプロだ。ザーッとでいいの。なるほど、まあ、鍛冶屋さんの方がついてるぐらいで、あとは、あ、これね、はい、はいはいはい、いいっすか、取っちゃって、はい、あー、ほんとだ、あー、いいね、あ、ラッパも綺麗だ、まだね、へえ。これあれだってよ、エアホースのホースの長さで、うん、音の伸びが変わる。あ、マジで、あ、エコーマスターなの。そうですね、あー、ほんとだ、はい、うん、これね、はい、うん、へえ。ずいぶん綺麗じゃない。汚いまんます、本当にほこりかぶってますから、ね、ゲスの極みバスーン。山梨のスケベです。名前変わった、名前が、名前変わった、名前が、すげえ立派、ね、うん、これが個人の、あ、こっちもね、しっかり抜かりなく、いいね、このインテークが、うん、綺麗だね。統一感。ここも光るんだけど、うん、前のあの何だ？服装の、うん、あのサイズ一緒だった。うん、一緒だからとりあえずつけたの。うん。レンプロ用の変えつって。うん。だからこれをいらなくなる。うん。ね。ちゃんとハマってんからな。俺の反射板と今取っ替えていけば、うん。顔ハメになる。あ、なるほどね。伊達助さん。これ全部取っちゃうから。外すの。だって、かべちゃってねえもん、ここ。いや、そこはまあ、ご愛嬌ね。ここまでの車乗ってる人のこだわりが感じられないな。細かいとこまで言われたらもう切れないんだよ。ひどいよ。ひどい。ひどい、ひどい。ひどいし、怖いし。何するの、これ、バレンタインこれ。この柄。バレンタイン？バレンタインじゃない。金華山じゃない。金華山じゃない。なんだっけ。なんか、うん、あ、あんじゃね。忘れた。なんだっけ。自分で勝手に忘れた。生きてるだけで丸儲け。これはあのどこに売ってるんですか。あ、そうなんですか。これはあのネットで普通に。イマルちゃんのファンですか。いやいや、全然。違うんですね。たまたまなんですね。たまたま見つけたらこれだったんで。なるほど。いきなりあれだもん。うん。マジで？幅が合わないから両者。そう。うそ。合わなかった。ああ、ひどいね。それもね。いや、多分ワンマント自体が多分サイズが違ったのか。ああ、でもこれワンマントのあれも縁が柄入ってんじゃないですか。そうそう、これ柄入ってます。ねえ。あ、すげえ。通常のサイズが多分ちょっと若干。うん、ワンマントがちっぽいと思うんですよね、これ。ああ、そうなんですか。へえ。まあ、何はともあれ贅沢な車両ですよ。本当だね。ああ。もうお腹いっぱいだな。ひょっこり。おおおおお。持ってきたね。好きだな、流行りも。ありがとうございました。もうお腹いっぱいです。はい。ね。いやあ、本当に綺麗綺麗、素晴らしい。マジで。え、今後の予定とかはあるんですか。今後はとりあえず、ええ、タレゴムとインチアップをちょっと今考えていますけども、はい、まあ、夏のボーナスさんとちょっとご相談。ボーナスあるんですか。あ、素晴らしいですね。だって本当はハンドルオペレーターとか、あ、位置下げるの会社の位置、あ、そうです、そうなの、はい、あ、自分で作った製品を、うん、運んでる。そうです。あ、だから白ナンバー。そうそうそう、なるほど、自社便なんですね。へえ。またどこしか行かないから。はいはい。横浜便通の。うん。本当めったにないんです。ない。あ、だからなかなかレアだっていう話だったのね。ああ。おお。久々だ。久々。へえ、あ、そういうことなんですね。本当は来週の予定だったんですけど。ええ。まあたまたまちょっと1週間。あ、そうなんですか。あ。すげえチャンスだったんだね、ラッキーだね。たまたま伊沢さんのタイミングがあったもん、ね、なるほど、はい、で散々部品取られて、そう、大変ですね。
安い中華製のウィンカーポジションだよ。ああそうなんだそうなんだそうなんだ。で枚数少ないステッカー2枚も持ってない、うん、ああそうはそう合わないよ。ああそうかよ。伊達助さんどうすか、はい、もう怖くてもう怒れない。ああ怒れない。へえ、あでもいいですね、そんなレアな時にちょうど。そうそうそう、はい、ありがとうございます。もうちょっとザワ寄って。今度店長もねタイミングよく、うん、いや本当によかったです、よかったです、ありがとうございました。こちらこそすいません。じゃあ今後のまた終わったら、うん、このマグロ。いやいや、いやらしい、まだ待ってんだよ。まだ待ってる、まだ待ってる、まだ待ってるよ。お金持ちには目がないよ。そうだよ。お財布も見せてもらいたいよ。うんうん。あ、本当ですか。なんかお腹空いてきちゃった。あ、本当ですか。言うこものにしますって今言っちゃってんけどね、これ。うん、あ、了解です。了解です。じゃあ今日はスケさんの、はい、ルコマルをはいバックに、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひね機会があれば、はい、ね仕様変更後でもね、はい、ぜひ、はい、はい、見せてください。時間があるんだからいつでも乗ってくれるんだからさ、来ようと思います。あ、そういうことか。そうだよ、そうだよな。マジだマジだ。何言ってんの。あ、マジだマジだ。あ、横浜便がある時はね、本当だよね。タイミング良ければまたぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。お忙しいところすいません、ありがとうございます。バイバイして。はい、さーい。はいさーい。いいよそんな真ん中で。そんな張り方でして、ほら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 。あーボコボコボコじゃんスケさん。あとちょっと行きますか。針ですね。はい。針でちょっと行きます。はい。ぜひ、はい、抜かさせていただきます。はい、はい、お願いします。ぜひ。スケさん不器用でしょ。不器用。ザワザワ、だからさっき俺に貼ってたの。逆切りしてるよ。それもうダメでしょ。さっき言われたんだよ、貼ってって。うん、貼り直した方がいいですよ。チャンネルマーク。もう待ってんからな。知ってる。俺も危ないな。人のだと雑だからな。そこ剥がすところで手間取ってんじゃんかよ。もう、はい、じゃあこんなとこでいいの。スケさんの代わりに、うん、でもスケさんどっちかって言ったら逆かな、ね、うん、なあこっちだよ。なんか雰囲気的にはな。スケさん綺麗なタオル持ってきて。そんなあの汚ねえタオルじゃん。あれホワイトダイヤモンドついてるやつだね。そう、うん、すいません不器用なんで。そっちの方がスケさん良くないですか。いや目立つとこでいいじゃないですか。だって弥生がまとまりが、うん、ダメだなスケさん。だから言ったんですよ、貼ってくださいって。トラックかっこいいもんね。うん、じゃあスケさんの代わりに、はい、ザーチンが、はい、これで空気入ったら笑っちゃうけどな。やめろそこ。プレッシャーだ。慎重にやってくれよ。でも俺の方がうまいと思うけどな。おう、おう、貼り方がなやっぱりな。うん。おいいよいいよいいよ。おお、スケさんも笑ってる。ね、いいじゃん。まあちょびっとは愛嬌でね。うん、よくできました。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。急でございました。じゃあぜひ宣伝してください。はい、宣伝させていただきます。本当ありがとうございました。じゃあ今日はスケさん。はい、すみません。